しかして回ってる？はじめましての方も、顔なじみの方も、こんばんは。案内役のミッドナイトヴィーナスこと、石田ルーです。ごめんなさいね。大事なこと伝えておかなくちゃ。実は、飛び入りで特別ゲストに来てもらいました。この特別ゲスト、一見普通の高校生たちなんだけど、驚かないで。なんと世間を騒がす怪盗なんですって。しかも金品じゃなく、人の心を盗む力があるそうよ。聞いただけで規格外の男じゃない？いいわ、人間全然ありね。こっちの話です。とにかくいろんな素養がある人に競い合ってもらった方が盛り上がりますよね。果たして怪盗少年はどんな活躍を見せてくれるのか、それはテレビの前にいるあなたの応援次第。もしかしたら私の心も盗まれちゃったりするのかしら。彼らの活躍を応援したいという方はバベルコロシアムモードまでお越しください。では挑戦者の皆さん、ガチの戦い期待してます。これなんで俺らこんなクソ狭い部屋に閉じ込められてんだよ。何が起きたんだ、全く思い出せないぞ。ねえ、向こうに見えるの何あれ、石の塔？ここはパレスなのか。こんなわけわかんねえとこ、パレスやメメントスじゃなかったら何なんだよ。待って、何か聞こえない？これって視界っていうか実況？バベルの頂上を目指しているこれって、あの高く積まれた石の塔がバベルというものなのか。見て、あそこ塔の一番下、ジョーカーがいる。ジョーカー大丈夫なの？返事して。あ、私たちの声は聞こえているみたい。実況的にはあの塔の頂上に行かないと私たちここから出られないっぽい。んだよそれ、一体誰がこんなことしやがった。それを探るためにもあの塔を登る必要があるってことかもね。すごい高さだけど、ジョーカー一人で登れる？信じて任せるしかない。俺たちにできるのは口惜しいが応援くらいか。いや、こういう場面で声かけは超大事だから。ソースはゲーム。こうなったら全員で声出していこう。頂上を目指して頑張っていこうぜ、ジョーカー。よし、ショータイムだ。ストーリーが楽しめます。チャレンジモードが楽しめます。チャレンジモードにシングルで参加で。夜空が満天の輝きに満ちる頃、素敵なチャレンジをあなたに。さあ、いよいよ開催されます宇宙一のクライマーを決定する一大イベント、その名もバベル。こんばんは。バベルへの案内役はやっぱり私、ミッドナイトヴィーナスこと石田ルーです。バベル、それはかつて人間が神に近づかんと天高く積み上げた石の巨塔。バベルの内部は全部で4つのステージに分かれているわ。ファーストステージ、アルター。パーズパーズステート。ジョーカー任せろ。オーター、バベル、アクセスマッチ、オーター、バベル、ショータイム。めちゃ高えな、これがバベルってやつか。ここから脱出するには頂上を目指すしかないわ。ジョーカー任せたよ。さあ始めよう。 3
2 1 Start. 미션 開始! You're that thing. You're that thing. Get up there.
なぜジョーカーだけ潜入できたの？この世界にふさわしいってこと？ギョダペン、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 それ知らずな、ジョーカー。ギョダペン、ドッ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 、ギョダペン、ドッ、ギョダペン。仕事は浮き名を流した男が多いと噂だ。まさかジョーカできる子。さすがだな。あらすごい。彼は本物だったよね。誰だ。怖い思いさせてごめんなさい。どうしても彼の力が見てみたくて。何？どういうこと？安心して。ここは夢。目が覚めればすべて元通り。今夜のことは全員きれいさっぱり忘れちゃうわ。敵じゃないの？私？どうかしら。でもこれ以上の手出しはやめておくわ。英雄の人生をうかつに邪魔すると私の運命まで変わっちゃったりするかもしれないし。英雄？何のこと？一体何を言ってるの？それは言わぬが花じゃない。縁があったらまた会いましょう。あ、そうそう、リーダー君、君は女難の層が見えるから調子に乗りすぎないよう気をつけてね。つまり何だったわけ？さっきの方のわがままに付き合わされたってこと？疲れた。目が覚めれば忘れるって話を信用するしかないわね。ま、細かいことはいいじゃねえか。そうだな、みんな無事だからよし。あとジョーカーは女難にならないように気をつける。
それ大事だね。そうね、大事ね。すごく大事。すでに知って序難だな。強く生きろ、ジョーカー。 Can she actually be cheating on me? I can honestly say there's no possibility. To learn how a girl's heart works. A girl is always hoping someone will come and sweep them away. I'd be more convinced if a woman was telling me this. Ahem, sounds like somebody wants to pay their tab right now.